護道家の配置に違和感。はい、どうもニヤニーです。本日は王様戦隊銀ゴージャーのニヤニーのワットをやっていきたいと思います。今週はですね、ちょっとなかなか動画がね、アップできなくて申し訳ございませんでした。ちょっとね、予告考察とかもねやりたかったんですけれども、ちょっと思いのほかね時間がなくて、ちょっと今日になってしまったので、今日はねもうちょっとね予告考察とかではなくてニヤニーのワットをやっていきたいと思います。こちらの動画ですね、めちゃくちゃコメント数多かったんで、本当にね、ピックアップするのが大変でした。で、先週もちょっとね忙しくてニヤニーのワットができなかったので、先週分のねコメントからも面白いコメントをピックアップさせていただいていますので、今回はちょっとね、金曜日と土曜日の2部構成になってくるのかなと思っておりますので、ちょっとね長いかもしれませんが、最後までお付き合いいただければなと思います。それではやっていきましょう。チャンネル登録すれば目玉焼きさんからのコメント。今回ラクレスの最も大きな功績はダグデドの方針を転換させたことだと思います。もともとダグデドは種族同士を滅ぼし合わせるというのをメインの手法としていましたが、この半年の間でおそらくラクレスの進言によって贅沢を与えることによって、さらなる豊かさを求める人間の本性をくすぐって滅ぼすという方針になっています。これは間違いなく以前の方針と比べれば地球全体としては延命措置になったはずです。一方で気になるのは、まずシュゴッダム国民が守護仮面はともかくダグデドに対しても崇拝の態度をとっていたことです。あれは洗脳なのか、それとも本気でダグデドの若気で贅沢を享受できたと喜んでいるのか。大穴の仮説でシュゴッダム国民の流れやすさやゴローゲの声の大きさを逆手にとって、ラクレスがあの世に振る舞うように指示をしていたという可能性もあるかもしれません。国民全員が王様戦隊に敵意を持っていると思い込ませ、ダグデドを油断させる策略のうちという可能性も。もう一つはラクレスが他国の国民の犠牲を気にしている様子がないことです。そこで思ってしまったのは、確かにラクレスはダグデドに反旗を翻すタイミングを狙っているが、それはあくまでシュゴッダムを守るためであり、他の国に関しては本当にどうでもいいというスタンスなのかもしれません。つまりはややこしいことに味方とも敵とも言い難い存在なのでは。これね、確かにこの最後の方に書いていただいているように、ラクレスにとっては他の国っていうのはどうでもいいと思っているかもしれないですよね。例えば今のこのね地球上で起きていることで言えば、他の国で何かが起きていたとしても日本には関係なかったりとか、ちょっとね僕が実際にね総理大臣であったりとかをやった経験がもちろんないので、実際にはこういろんな国にこう目を配っているのかもしれないんですけれども、本当にね一般市民レベルで見ると、例えばですよ、スイスとかで今何かが暴動が起きてるとかってなったとしても、日本にはあんまり関係ないから別に気にする必要もないのかなと思ったりもするので、確かにねラクレスはこうね地球の王と今回言ってるのがちょっとねややこしくなってきそうなポイントではあるんですけれども、シュゴッダムのことだけを考えているのであれば、本当にこのね敵とも味方ともちょっとどっちとも言い難い存在にはなってきそうな感じはしますよね。でも先ほども言ったようにですね、以前までは言っていなかった、今回からね地球の王というふうに名乗っているので、シュゴッダムの王だけではなくて地球全体の王にねなろうとしているのかもしれないので、そうなればイシャバーナであったりとかゴッカン、コソパ、トーフっていう国もね自分の国の一部というふうに、ね、なるので、そう考えるとやっぱりこうラクレスは地球全体のことを考えているんじゃないかなというふうに思うので、これは結構ね味方よりなんじゃないかなと僕は思っております。いや面白いですね。はい、では次のコメントいきましょう。ユーザーさんからのコメント。ラクレスは宇宙王側にスパイとして入ると思う。恐竜じゃでもキングの親父が一度デーボスの一員になり大事な仕事をしていました。またダグデドはそうやって内側から陣形を崩さないと勝てないと思う。あとなぜギラがガブティラと話せるのか気になった。もしかしたらクワゴンとガブティラは血がつながっているのかも。いやこれはね確かにそうですよね。なんて言ったんやろ、本当にギラは人以外の全てと喋れるのかもしれないですよね。そうなったらそれがですね、このねキングオージャーの話って見ていると、なんて言うの、人間以外がほぼほぼ出てきていないようにも思うんですよね。例えばその今のね普通の日本とか地球のことで考えると、
まあ、ペットとして犬や猫を飼ってたりするとは思うんですけれども、どうやろ今ちょっとさっと振り返っただけでもそういう動物っていうのが出てきていないんじゃないかなっていうふうにも思ったりもするんですよね。なのでまあそのね、犬とか猫とかが出てきて、これギラがもし喋れてるのであれば、ギラは人以外と全然こういろんなね、あの会話ができるっていうね、人間なのかもしれないなというふうに思えたんですけれども、今思うと振り返ってみると、このねカタカナ地球っていうのは人間以外がいないんじゃないかなっていうふうにも思えたりもするので、まあ、もしかしてね、あの見落としているところも全然あったりもするので、まあ何話で何々が出てましたよとかね、知ってる方いればぜひ教えていただければなと思うんですけれども、まあギラが特殊なのか、それともクワゴンとガブティラが同じ何か性質の生き物なのかっていう感じもしますよね。まあ例えばね、そっちの方だとすればなかなか今後も面白い話にもなってきそうですし、よりこのねキングオージャーと恐竜ジャーのこう密接な関係というのがね見えてくるかなというふうに思うので、まあ、今後ねこのなんでギラはクワゴン、そしてガブティラとも話せるのかっていうのがね分かってくるとは思うので、現状だともしかするとここが一番の謎になってくるのかもしれないですよね。皆さんの中でギラはクワゴンだけではなくてガブティラとも話せる理由というか、まあこの独自の考察をお持ちの方いればぜひねコメントで教えていただければなと思います。はい、では次のコメントいきましょう。カラミソさんからのコメント。私の個人的なラクレスの今までとこれからの考察を語らせていただきます。作中前、何かしらの宇宙での脅威を知ってそれに対抗する計画を練り始める。そして同時期に宇宙に対抗する戦士とするためギラにレインボージュルイラを食べさせ記憶を消し王旗から追放する。作中ギラや他の王に邪智暴虐ムーブをかまし共通の敵になることで王たちの団結を図る。また力がないと悪のボスになれないし、自分自身が宇宙に対抗できないのでベダリアに王者カリバーゼロとキングオージャーゼロの準備と壁画の解読をさせる。バグナラクにジェラミーがいることを知り、バグナラクと和平を結びンコソパで暴れ散らかすことでジェラミー視点からも敵役となる。ギラとの決闘裁判の中、カメジムにブチギレてカメジムに騙されていたふりをする。ギラが王として実力も精神も成長したため、ついに国民にもジャッジ暴虐ブームをかまし、ギラに自らを倒させることによって国民をも団結させる。6人がデズナラクを倒し、ダグデドは攻めてきたことを知り、様子を伺っていた中、ギラがダグデドに連れ去られたのを見て、ダグデドが任意の人間を他の星に飛ばせることを知り、そうなった場合に自分が地球を支配し、6人の代わりを務め、6人に五道家との戦いで成長できるようにと今の地球の状態を計画、そして今に至る。これらのラクレスの考察、シュゴッタム以外の国を王たちが順次解放していった後、自らがダグデドと共に王たちに立ちはだかる。そして王たちを追い詰め、油断したダグデドを裏切り、ダグデドの本性を再び国民にさらす。そして王たちの株を戻すとともにダグデドを一時撤退させる。そして地球のためなら手段を選ばない最悪の王としてキングオージャーに加入する。いやー、このね作中の前と作中とその後でね考察を考えていただいたわけなんですけど、これねちょっと面白いですよね。なんかこうやってねいろいろこう長文のコメントって僕結構好きなんですけど、結構ね書いてくれる人の中ではこう最後の方にね長文失礼しましたとか、冒頭の方にですね長文失礼しますというふうに書いてくださる方がね結構いるんですけど、本当にこういう感じの長いコメントってすごいこうね嬉しいコメントの一つでもあるんですよね。僕もですねこの動画一本作るのに、まあ、台本というのを書いてからねあの収録をしているわけなんですけれども、このね長文をやっぱりね毎回こう8分以上のね動画を作るために書いているわけなんで、めちゃくちゃ時間かかるわけなんですよ。なのでそういう苦労も知ってるからこそ、こういう長文のコメントってありがたいなというふうに思いますし、中にはやっぱりこのコメント一つ書くのにね30分ないし1時間ぐらいかけて、書いていただいている方もいらっしゃるとは思うので、本当にね貴重な皆さんのね、まあ、30分1時間、まあ、10分でも5分でもそうなんですけれども、このねニヤニヤチャンネルのコメントのためにねいただいてると思えば、本当にねどんなコメントでも嬉しいんですけれども、長ければ長い方がちょっとね嬉しいので、ぜひ皆さんもっとね長いコメントもいただければなと思います。はい、では次のコメントいきましょう。桜木さんからのコメント。
ドゥーガがカグラギと同じようにカブトムシのモノマネをしていたのは何かしらの理由があると思う。いや、ここのシーンね、本当にね、言われてみればそうですよね。これね、ギーギーっていうのは2回目なんですけど、その1回目っていうのがやっぱりカグラギがやっていて、スズメからの何かのね、この合図があって、カグラギがそれに応えてやってみて、そこにね、その先に答えがあったわけじゃないですか。なので今回のこのドゥーガの行動って、やっぱりそのね、あれは何話やったっけ、ちょっと忘れたんですけれども、そこにはもうつながってもきそうですし、何かしらのヒントっていうのがね、隠れてはいそうですよね。多分このね、ドゥーガもあの、まあ守護仮面って形で仮面をつけてたけど、中身がラクレスだということはね、おそらく分かっていたと思うので、あの、実はラクレス様がもう帰ってきちゃったんですっていう合図でもないというふうに思うので、それ以外のこの暗号じゃないけど、何かの合図だとすれば、いや、これ何なんやろな。あっこで何か喋っちゃうと都合が悪いといえば、ダグデドに何かしらを聞かれたくないという意図で、ああいう感じでギーギーとやってギラであったりとか、まあ一番はね、カグラギが思うかもしれないですよね。あ、俺の真似してるということは、この行間に何か隠されてるんじゃないかと、カグラギならね、考えるかもしれないですよね。ちょっとね、ギラであればね、何もこう分かっていないかもしれないんですけれども、なので、まあ、このシーンにね、カグラギがいたことがやっぱり一番大きいんじゃないかなというふうに思うので、まあ、カグラギには分かりやすい何かヒントって形でこうね、与えているのかもしれないので、ちょっとね、このシーンはもう一回後でね、見返してみて、何かこう、周り、ドゥーガだけじゃなくて、その周りで何か変化がないかというのもね、見ておこうかなというふうに思います。高評価を押しまふというわけでですね、ちょっと案の定長くなってしまったので、今日はね、一旦ここまでにしておいて、また明日ニヤニーのワットをね、やっていこうかなというふうに思っておりますので、また明日もね、見ていただければなと思います。ちょっとね、最近動画の更新頻度が低くなってきてしまっているんですが、ちょっとね、頑張って今後もね、やっていこうかなというふうに思いますし、まあ、前回も言いましたが、ちょっとね、ガッチャードの、考察動画もね、やっぱ再開したいなという気持ちもあるので、まず一回、まあ、11話からちょっとね、再開しようかなというふうに思っているので、それまでにちょっとね、可能であれば、1話から5話のまとめであったりとか、6話から10話のまとめっていう動画もちょっと作って、まあ僕と一緒でちょっとね、ガッチャード離れちゃったよって方もいらっしゃるかなというふうに思うので、ちょっとね、一旦離脱してしまった勢にも、ね、ぜひね、僕と一緒にガッチャード戻ろうぜっていう形でちょっとね、呼びかけをしていこうかなというふうに思うので、まあそういった意味も込めて、そういう総集編じゃないですけど、1話5話まとめ、6話10話まとめみたいなね、動画もやっていけたらなというふうに思っておりますので、ぜひね、そういった動画が上がった際には高評価であったりとか、変わらずコメントとかもいただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほな。チャンネル登録と高評価をするマフ。これからはマフンとずっと一緒マフ。もうニヤニヤチャンネルから逃がさないマフ。